悟りを開く方法、アセンションする方法は存在しない。強いて言うのなら、ただ見ること。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴたかぴよしかたかひろ、チャララン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 、ピゲ白髪まみれ、悟りマスターでございます。おちょんちょんプリーズということでね、今日もご機嫌よく進めていこうかなと思うんですけども、アロン、僕らはそれぞれの花を抱いて生まれた、めくり合うためにつって、いきなりビーズのアローンが飛び出しちゃったけども、そういうことどういうことだよっつって今テロップ入ったね。あ、俺が入れてんだけどね、自作自演、自作自演オッツなんですけどもね。まあ皆さんご承知の通りさ、お釈迦様ね、釈迦パイセン、あとジーザスクライスト、キリストっちね、そしてまあヨッピー、チャラ悟りマスター、この3人っていうのはさ、まあ、悟り開いてるわけだけどもすげえ並びですよね。釈迦、キリスト、ヨッピーみたいなね、何それみたいな。まあそんなね、僕から言わせてもらうのであれば、悟りを開く方法とかアセンションする方法、ヨッピーもね、以前の動画ではちょっとそれらしいことを伝えてきちゃったんだけども、これ存在しないんですよね。人生そのものがそれなんですよ。それ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 ってね、ただ生きることがもうそれ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 そのものみたいなことであって、であえて言葉で言うのであれば、ただ見ることがまあ目覚めてる人生っていうね、まっすぐ見る、ありのままを見るってね、ことですよね。でこれもなんていうの、瞑想さ取り組んで、よっぴほらビパッサナー瞑想、まさしくありのままを見る瞑想のさ合宿行ったりとかして、なむーつって修行に励んじゃった時期があるんだけど、まあそうやってトレーニングをしていくことすらもご縁によって起きていくじゃないですか。だから、よく見ればいいっていう方法を伝えてるようで、実は伝えてない、その人の人生の道が、不可思議なね、ご縁を手繰り寄せて、まあ、目覚めていく道を歩んでいく。だから、目覚めない人もいるんですよ。うん。僕ね、そこにもう降参しちゃったというか、今までは一人でも多くの人を目覚めさせる、誰もが目覚められるみたいなね。で、今でもそれは変わらないんだけども、でもほら、一生の間でさ、出会える人と出会えない人っているじゃないですか。ね、めぐり合うために、つってさ、アローも言ってるでしょ。ね。だから、ご縁が、教師というかさ、人生そのものが教師みたいな、ね、目覚めの、っていう感じなんですよ。だから、僕は最近本当に、僕なんかがね、おこがましいこと言っちゃって申し訳なんだけども、またないまで言わないんだけど、出会うべくして出会ってってるだけなんだなって思うんですわ。だから、僕が、何かをしてるわけじゃなく、相手も何かしてるわけじゃなく、ただ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 なんやねんつって引き合ってくみたいなね、引き寄せ合ってくみたいなね、引き寄せの法則とかよね、チャチい言葉ももう古くせえみたいな感じなんだけど、まあそういうこと、それを釈迦パイセンとかキリストっちはまあ気づいた人だよね。ただもう過去の人だからさ、今時代が違うから、これからの時代はまあやっぱりチャラ悟りね、お帰りすとかも必要ないんですよ。人生がそのものだからさ、その目覚めそのものにつながってる道だからこそ、今を味わって生きるみたいなね。だからほら、カンさんの本もシェアしたけど、あれを読んだからって、あれが答えじゃないんですよ。あれね、あり方を書いてるから、人生を味わい尽くしていくと、そういう境地に自然とたどり着くようになってるの。スターウォーズ言えば、フォースと共にあらんことをつって、スターウォーズ見てない人はもう今からね、すぐにレンタルビデオとか行くか、もしくはね、動画チャンネル、有料の、ちゃんと有料で無料じゃなくて、申し込んでも前作見てほしいんだけども、フォースね、要するにお前という命と共にあれっていうところ、そこにね、こう光と闇を行ったり来たりしながら、真ん中に落ち着いていくわけですよ。それがね、中道とか中庸とかね、カンさんの本でもそんなの書いてるけど、だからヨッピーもいろんなことがありながら、自然とそういうところに、まあまあたどり着くような道を今歩んでって、それをねより深めて、まあご縁のある人にシェアしていこうみたいな人生になってってる。うん、まあ
だから面白いですよね、人生ってね。本当に何が起きるかわからない。だって僕は普通にね、数年前まで、あの、お笑い芸人、数年前って言ってももう10年以上前か10年前か2010年まではね、お笑い芸人やってて、まあ、その後もね、辞めてからも M1 出たりとかもしてたけど、またこれからも出るかもしれないけど、そんな男がチャララン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 ピエ白髪まみれ悟りおちょんちょんマスターなんて言ってるとはね、思いもよらなんだね。数年前の、その10年前の僕が、もう10年前の僕は2度目のお笑いチャレンジしたけどダメだったみたいな、彼女と結婚しようっつってね、で彼女に振られちゃって結婚しようと思ったけどダメやったっつって、ああ幸せになりたいっつってねウケるね。あの時の深刻な俺に言ってやりたいよね。お前、数年後おちょんちょんマスターっつって YouTube で喋ってるよっつって、どうしようもないよお前っつって本当それだけね、スピリチュアルってジャンルっていうのは本当にくだらない垣根であって、もうぶっ壊してっちゃった方がいい。そもそもそんな垣根ないわけだし、スピリチュアルってね、崇高なものみたいなね、ああお釈迦様、ああキリスト様みたいな、そんなことね、釈迦パイセンもキリストっちも望んじゃいないわけですよ。フラットなわけだからね。神の子、神の子つって言ったと、お前が神だぜつってさ、でムンムンつってね、ムンムンつって、お前が無だぜつってね、全部一つだぜつってさ、ワンネスラーブつってさ、おちょんちょんマスターもそう言ってるわけじゃないですか勝手におちょんちょんマスターをね、釈迦パイセン、キリストっちと並べちゃった、このすごいね、このなん、度胸というか本当にアホだね。アホ加減が自分であっぱれでございますね。まあそんな感じで一生懸命ね、修行したりとか、トゥーグーワークに励んだりとか、いろんな知識を得てはね、目覚めたいってやるのも、まあ、人生というものが与えてくれた修行なんですよ。だから別にそういったもの、スピリチュアルっていうところにこう足を踏み入れてない人だって、何が自分の人生で起きてるのかっていうのをやっぱりね、しばらくの間とか何十年か生きる中で、これからの人たちはもっと早い段階かもしれないけど、何かおかしいだろうと、これは何なんだこの現象はとか、これそもそもここは何なんだみたいな、ところをね、よく見ていくような、まあ、ステージにどんどん入っていって、よく見れば見るほど真実真理っていうものが見えてくる。そして真理を一言でもうズバって僕今日言っちゃうね。びっくりすると思うよ。あれ前にも言ったかもしれないけど、でも初めて聞くようなリアクションで聞いてくれよな。真理はズバリね、わかんねえってことなの。わかんねえって、これわかんねえって知識を得ても意味がないのよ。わかんねえってところにもう思考が降参して落ち着いてくると、思考が優位な状態から本当に今を感じる、今を味わう、今ここを生きる人生にだんだんなっていく。だからそれもやり方じゃなくてあり方だから、ワープができないね、残念ながら。だからざまあ見ろって言ったけど、本当にざまあ見ろでどうにもできないんですよね。だからまあ歯がゆいかもしれないけどね。ただやっぱり出会うべくして出会っていく人と出会うと、個人セッションとかをね、重ねて3ヶ月の連続セッションとか今用意してるけど、マリコさんのヒーリングとかもね、シェアしながら一緒にその時間を歩んでいくと、あら不思議、その人の命の力がその人の人生でしか表現できないような導き方で、お前さんのそのフォース、命の力っていうのを引き出して、まあただ見る、まっすぐ見るっていう人生にどん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 導いていってくれるから、これびっくり。ヨッピーがやってるわけじゃない、マリコさんがやってるわけじゃない、お前のお前コットの命の力が導いてくれてるんだぜってな感じで、本当にこれカッコつけてるけど全然決まんないね。もうよくわかんないから、俺フルティンになるから、お前もおちょんちょん見せて。ああダメだこれは、どんな感じなの。ご紹介いっちゃいましょうか。お前ゴッド、チャンネル登録のいいねボタンよろしくお願いします。今日は袋小路に追い込まれる姫子様の登場だ。かわいいぞ。じゃあもっと早く逃げれたでしょうが、なんでそれで追い込まれちゃうの。だから袋小路姫子って言われるんだよ。ねえ、なんでこっちおいで。受けますね。